ハカム一世統治下で発行されたディルハムかハカム一世は796年から822年までアンダルスを治めた後ウマイヤ朝の君主。ハカム一世は欧米で寛用的な呼び名である。アラビア語資料では後に彼の治世中にコルドバの郊外で起きた反乱にちなんであるエコムアルロビディと呼ばれることが多い。またスペイン語では 汎用的に、アルヘイコン、アルハキンと記載される場合がある。ハカム一世のイスムとナサブを合わせた名は、アブエル、アシーアルエコム、ビーヒズエイチ、アムである。すなわちハカムは、アブドゥラフマーン一世の孫、ヒシャーム一世の子である。ハカムには、兄がいたが成人を待たずに亡くなり、ハカムが、ウマイヤチョウを継いだ。父のヒシャームが亡くなったとき、 ヒシャームの兄弟であり、祖父のアブドゥラフマーンの息子であるスライマーンと、アブドゥッターが、ハカムに対して、自分たちの権利を主張した。アブドゥッターは、エクスイコールラシャペルのシャルルマーニュの宮廷へ、息子のウバイドゥッターとアブドゥルマリクを派遣し、援軍を送るよう交渉させた。それと同時にスライマーンは、コルドバを攻めた。しかし反撃を受け、 メリダまで退却したところで捕まり、処刑された。アブドゥッターは許されたがバレンシアを出てはいけないと、行動を制限された。ハカム一世時代は、トレド、サラゴサ、メリダで反乱が発生し、ハカムはこれらの鎮圧に多くの時間を割いた。コルドバまで反乱軍が押し寄せたことも二度あった。ハカムを退位させて、いとこのムハンマドブンカーシムをアミールにする陰謀も、 あったが事前に露見した。806年11月16日に模様された宴会の席で、ハカムは72人の貴族を含む5000人の出席者を皆殺しにした上、グアガルキビル川の土手に遺体を晒した。反乱軍や北部のキリスト教徒領に攻め入った時にも敵方の首をコルドバ城の縄文に晒しており、こうした残酷さはこの時代では珍しい。 コルドバでの反乱後、ハカムは、新編警護に気をつけるようになり、アミールと、個人的につながった、親衛隊を組織した。親衛隊のリーダーには、西郷東国時代にコメスという貴族階級だった、家系に属す、テオデルフの息子、ラビというものを取り立てた。ラビは、朝税権をも与えられて、ハカムに仕えたが、後に失脚し、横領の罪により、卓刑に処された。 ハカムは818年にグアガルキビル川を挟んで、コルドバと反対側にあった集落、ラバドに集まっていた知識人たちを弾圧した。300人が張り付けになり、残りは追放された。追放された人々は、フェズ、アレクサンドリアなど各地に向かった。デバントの海賊に交流し、クレタ島の占領に参加した者もいる。ハカム一世は822年に亡くなった。 統治期間は太陽年換算で26年に及ぶ。ハカムの父親はヒシャーム・ブン・アブドゥラフマーン。母親はズフルーフという名の目掛けである。ハカムは次の子供を得た。ハカムはアジャブという名の女性を妻の一人にした。アジャブはコルドバの郊外に重い皮膚病患者のための施設を建てた。その施設は アジャブの名前を冠した、ムーンヤ・アジャブという枠不在から上がった収益で運営された。アジャブは次の者の,の母親である、ムトアという名の妻もいて、彼女は墓地を設立した。当該墓地は10世紀までは存在した。ありがとうございます。